ああ、なんか美味しいもん食べたいな。うわあ、なんじゃこりゃ。うわあ、なんじゃこりゃ。うわあ、来るなこっちに。うわあ。どうしたの？うわあ。美味しい。はい、こんにちは。もうちょっと前ほらです。はい、ということでですね、寸劇をご覧いただいた通り、こちらのですね、ミミズグミをですね、購入しました。これね、こちらの bad19.com っていうアメリカのサイト、うん、まあこれで輸入した感じですね。そうだね。開けてみましょうか。どんな感じだろう。もうね、いい匂いするんだよね。うん、確かにね、はい、で、中はこのような感じで銀河の包装されてますね。そして、うわ、来たぞこれ。出た。うわー、でかでかっ。うわ、ちょっとね、うわうわキモい。どう見てこれ。うわー、気持ち悪い。はあ、でもめっちゃいい匂いするんだよね。うん、アメリカの匂いするな。こっち側がサワーアップルで、こっち側がブルーラズベリーの味。まあ2つ味が楽しめるんだね、これね。うん、ちなみにこれ1匹で2000キロカロリー。すごいよね。これ一人で食べちゃったらすごいことになっちゃうね。ね、はい、じゃあ実際食べてみようか。えし、うん、君、じゃあグリーンアップルを。噛み切れる？失敗報復。大丈夫？これが。じゃあパパこっちのさ、ラズベリーの方。うん。うん。あ、うまい。うまい。うまっ。なにこれ、すっげーうまい。あー、アメリカのグミだねこれね。うん、あめ結構やっぱ持ってるとね、すごいなんだろう、ベタベタするよね。うん、え、気持ち悪い。噛み跡が牙みたいになってる。なんかじゃあいただきますポポン。うん、うん、うん、グリーンアップルも美味しい。噛み切れないですか。いや、噛んでると思う。これ味、味じゃね、違うか、微妙に違うか。本当に輪切りにして冷蔵庫とかに保管しておこうか。それが一番良さそうだ。一応この購入したサイトの URL 下に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなと、気に入ったなと思ってください。ぜひいいねボタン、高評価、ライクお願いします。はい、そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。それじゃチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。うわ、気持ち悪い。